よし、では、挑もうかと。はい。行くぞっと。ここまでね、ステータス上げたんで、さすがに勝ちたいんですけど。あれ、こんな空、空中で戦ってたっけな？なんか変な空間で戦ってた記憶があるんだけど、スーパーハミコンバージョンでは。うん。まあ、千切り。どうしようかな。ミサイルガード中やっとくか。今のうちにいろいろ固めとくのありか。うん、テンプテーション引かない。なんか違うな、こっちだな。いや、もう一回テンプテーションやってこないかな。そりゃ、ああ、よかった。混乱は非常にまずいので。リバイバーか。自分にかけて、今誰だっけ？リバイバーをかけて、それはよろしくない。誰に、これどうなっちゃうの？これで、とりあえず攻めて、とりあえず攻めよう。それ引かない。こんな演出はなかったな。なんか玉みたいなのから。演出が凝ってますね。リバイバーをとりあえず自分にかけて、ギャラクシー打った時に混乱されるときついんだよな。
ナイスガード。うん、テンプテーション引かない。特殊ってことはあれ、スービエか。スービエといえば職種とメイル。攻めた方がいいかな。リバイバ。スターンはいろいろきつい。まだ今4人か5人。エリクサーで攻めよう。それはいいよ。黙っていろいろきつい。動けるなとのか。混乱されたら終わりだけど、ギャラクシー打つか。いや、こうしよう。あ、職種怖い。職種はね、多分食らったら即死なんで。アマゾンストライクの陣形の恩恵を全く得られてない気がするんだけど、どうなんだろうな、これ。3人か。なんか状態異常を防ぐようなアクセサリー欲しいな。あ、死んでしまった。で、攻めるか。あれ、これどんな効果だっけ。あ、これはまずいんじゃないかな。
あ、まあ、非常にまずい、非常にまずい、非常にまずい。HP は減っ、あ、減ってるなぁ。ただなぁ、ここなぁ。攻めよう。あ、攻撃してくれた。それで出てきた。あ、ちょっと待って、それは嫌だ。まひらないでね。ちょっとまずくない、それ。とりあえず工程なんとかしないとな。この効果がよくわからない。あ、待って、ここでメイルはダメだよ。陣形乱れた方がなんか先手が取れる感じがするの。気のせいかな。で、またなんか誰か連れて行かれるよね。皇帝はやだ。あ、よかった、ミスだ。リバイバーは溶けてるかな。わからないな。もう攻めた方がいいか。これよくやられるな。あ、ミールきつい。例えば、出とくか。出てきた。いや、自分にかけて、エリクサーをして、こうかな。あー、まあ痛いけど、触手がね、全部ミスってくれてるのがありがたい。攻めますかね。自分にあるのはあまり良くないな。
テンプテーションとかしてこないかな。あ、またか。ミスらないかな。あ、ミスった。よかった。お、倒したかな。思うんですけど、これ結構あれなんだろう、運ゲーなところある気がするな。なんか行動回数も結構定まってない感じだし。今のも触手がね、多分当たってたら実は、これあのスーパーファミコンバージョンのリメイク、リマスターとかいうのかな、うん、まあなんでしょうけど、なんか思ったのがあのスーパーファミコンの時によく使ってたアマゾンストライクの陣形がどうも弱体化されてる感がね、ちょっと。素早さ、アップと火力アップ、うん、火力はちょっとわかんないですけど、素早さはね、明らかに、うん、上がってない感じがしましたね、うん、ちょっとこのあたりはあの、まあググったりして調べてみようかなと思います。今回ですね、ちょっとね、まあレベル上げすぎてしまった感はあるんですが、まあ、ただあまりね、あの使うことの結構ね、人の実況とかあのプレイ動画ロマサガ2は見たりしてるんですけど、うん、結構珍しいパーティーなんじゃないかなとは思いますね。もちろんなんだっけ、よくあるあのなんだ、テンプテーションの見切りとかね、うん、あれは必要ないパーティーなんで、その点ではすごくね、あの楽だとは思うんですが、結構なんか見切りがないと積むとかね言われてますけど、効かない、パーティーで挑めば全然問題ないので、うん、あれはね別に積みポイントだと全然思わないですね。もしあれならまあレベル上げてしまえば、一応
イーリスとネレードだっけは、女性扱いじゃなくて、性別不明らしいんですけども。だから多分モール族とかサラマンダーとかも確かね、性別不明なんで、テンプテーションの見切りは必要なかったんじゃないかな。あ、でも魔法、術法か。主流でパーティー組むなら、結構、ベタな演出かなとは思いますね、これは。うん。明らかにホーリーオーダーの、マリアさんだったかな。うん。かなり、威力がありましたからね。威力というのは、術の威力ですね。うん。他も結構なんか、それなりに、威力出せるメンバーで組んだつもりなんですけど、それでもなんか、群を抜いて強かった気がしますね。ちょっと後でっていうか、これ終わった後でも、威力ランキングとかでも見てみますかね。多分あると思うんで、そういうの。今回はまあ2をやったんですけど、3も一応あるんですよね。で、3は一回やったんですけど、ほとんど記憶になくて、まあ一回しかやってないから記憶にないとも言えるんですけども、うん。で、1はないですね。ただ、スーパーファミコンバージョンは何度も、2と同じぐらいやったかな。うん。で、1はちゃんとクリアしたのは覚えてますね。うん。で、あと、なんか、あれはリメイクだったかな。ミンストレル、なんだっけ。名前忘れた。ミンストレルソングだっけ。あれもクリアしましたね。あれはプレイステーション2と、あと3でダウンロードできたかな。うん。ただあれは結構ね、移動とかね、ものすごく時間かかるんで、あと読み込みとかね。だから、まあ別に、まあクリアしたし、いいかなと思ってます。あと、まあプレイステーション3でしか現状できないので、今持ってるね、3がいつ壊れてもおかしくないぐらいのなんか、ボロボロなので。でも今回やってよかったなと思うのは、とりあえず、ノエルとかワグナスを第一形態で倒したってことですかね。いつもこんな感じでパーティーものすごく強くしてから挑んでたんで、どうしても第二形態になってしまったんで、第一形態でかなりね、苦戦しましたけどね。まあ、ノエルに関してはちょっと、第二のギリギリ手前ぐらいで挑んだので、まあ、そんなに苦労しなかったですけど、ワグナスは結構苦労したな。あと一番苦労したのは何だろう。あれか、サイフリートか。サイフリートは何回も死にましたね。多分動画に残ってると思うんですけど。
皇帝陛下はどうなったの？右下にいますね。うん。仕事どうしてるんだろう。それに、国っていうか誰が治めてるんだろう。共和国って言ってるけど、思うんですけどそんなに年取ってないですよね。忘れられたとか言ってますけど、でも数年レベルなんじゃないかな。一応クラスは全員仲間にしたのかな、したような気が。一度もパーティーに入れなかったクラスの人もおりますが、やっぱり後半でパーティーに加わるクラスは強いなという印象ですね。思い出した、そういえばベアがなかなかパリーをひらめかなかったなあ、うん、あれも良くも悪くも覚えてますね。うん、何の音？ああ。というわけで、ロマンシングサガ2の、プレイをこれで終えたいと思います。